はい、こんにちは、高木です。たくさん質問もらってるんで、今からちょっと答えていきたいと思います。ホエプロテインのね、話なんですけど、小学生でも飲んでもいいかっていう話で、小学生でも全然飲んでも構いません。別にね、ジュニア用とか書いてるものを飲まなくてもいいです。普通のホエプロテインを飲んでもらったらいいです。まあ当然ね、でも体重も少ないです。その飲む量っていうのをね、大人ぐらい飲んでしまわないようにしましょう。大人の半分ぐらいでもいいかもしれないです。その人の体重によって決めてください。あと僕が出してるね、最近3分間ダイエットエクササイズとか、トレーニング徹底解説っていうものは基本的には女性用ですね。女性向けに作ってます。男性でガンガン鍛えたい人向けではないので、ダイエットしたい筋トレ初心者の方だったら男性でもいいんですが、基本的には女性のエクササイズを対象にしてます。あとスクワットをやったら膝が痛くなるっていう人がいるんで、これはちょっとね、動作付きで解説していきたいと思います。スクワットをするときに、股関節を曲げずに膝の方を優先で曲げていくと、膝関節に負担がかかりますね。なので膝を痛めやすいので、膝は曲げなくてもいいです。股関節だけ曲げて、これで膝はまあ多少曲がってきますけど、膝を曲げるという意識はほとんどなくてもいいです。股関節を曲げてスクワット。なので膝が痛いということであれば、こういう形でやってもらってもいいです。膝ほとんど曲がらないので、これで膝が痛くなるということはないと思います。ただこのままこう膝だけ曲げると、もろに膝のスクワットになってしまいますので、でこの状態に下まで行くと、膝がやっぱり痛くなりやすいかもしれません。股関節ですね。スクワットはあくまで股関節を曲げる動きです。膝はその股関節のもう曲げ終わった後に膝も曲げますが、膝を絶対曲げないといけないわけじゃないです。股関節をしっかり曲げてたらお尻の筋肉って鍛えられますので、このままでもね、こういう状態でもいけます。もしね、膝がどうしても痛くてできない人は一回このやり方を試してみてください。あと筋トレを欠かさずやってプロテインを飲んでると、ムダ毛が濃くなった気がしますっていう話なんですけど、もちろんね、テストステロンが活性化させると、まあ、男性ホルモンなので、その影響でね、多少そういうことはあるかもしれません。とは言っても僕を見てもらったら分かると思うんですけど、全然毛がないですね。無駄毛が全然なくて、やっぱりこれ体質によるところが一番です。なので筋トレしてプロテイン飲み出したから、いきなりこう無駄毛がめっちゃ生えてきて毛が濃ゆくなってっていうことはないです。多少はあるかもしれませんが、まあ、体質によるものが一番大きいです。それから当然年齢ですね。もし、あなたが高校生であれば、やっぱり男性ホルモンが増えてきますんで、その期間にたまたま筋トレとプロテインと飲んでるから、そのせいで濃くなったと思うかもしれませんが、普通の成人男性になるまでのプロセスをただ単に辿ってるだけかもしれません。でプロテインを飲みすぎるとなぜ吸収が悪くなるのですかっていう質問も来てるんですが、別にこれはね、プロテインに限った話じゃないです。体が求めてる栄養素の量を超えてしまったら、何でも全部吸収できないんでね、もう排泄するしかないっていうことになります。これはプロテインとかタンパク質とかに関わらず、どんなものでも、ビタミンだってたくさん飲んでも全部ね、尿として出ちゃったりするとき色が黄色いんで分かると思いますが、それと同じです。あとトレーニングの頻度なんですが、基本的にはね、週1回しかやらないと現状維持ですね。で週2回やると、やっとこう成長していく。で理想的にはやっぱり週3回以上、週3から週5の間ですね、やっていくと、目に見えて成果が出やすいということが言われてます。それから1ヶ月で5キロ痩せるにはどうしたらいいですかっていうことなんですが、まず見直すポイントっていうのは食事ですね。食事で栄養価がないもの、お菓子とかジュースとか、そういうものを食べていないか、あと炭水化物取りすぎてないか、不要に取りすぎてるものを、なくしていく。それだけでも
今めちゃめちゃ節制してない人だったら、体重落ちる人もいます。あとは、筋トレをしてその後に有酸素運動をやることですね。できたら週5日できたらベストですけど、筋トレ後の有酸素運動で脂肪燃焼効果が上がってきます。ただ食べずにとか飲まずにとかね、走るだけとかそういう感じでやっていくと筋肉量がね減るんですね。なんで体重が例えば5キロ減ったとします。でも筋肉が実は5キロ減ってただけで脂肪の量変わらないっていうことっていうのは結構あるんですね。無理な、ダイエットしてしまうと大体筋肉だけ落ちて、体重も5キロ落ちますけど、それでやったと思うんですけど、その後に普通の生活に戻したら筋肉量減ってるんでより太りやすい体質になってるんです。何か少し食べたらもうすぐ太ってしまうみたいな、それは筋肉が今まで、きちんとエネルギーに変えてくれてたものがもう変えてくれなくなるんで、もう脂肪として溜まっていくということになります。なのでダイエットしたくて短期間でたくさん痩せたいというのは分かるんですけども、まず無駄を省く、無駄を省いた後はベーシックな筋トレして有酸素運動をなるべく週5日行うということをやってください。筋トレして有酸素運動してるけど顔の肉が落ちないという人がいるんですが、顔の肉をこう落とすためにやるとしたらですね、顔のマッサージとかそういうことになってくるんですが、あとは全身の血行を良くするために、ストレッチですね、ストレッチもやっていく。ただこの顔の肉を本当にじゃあめちゃくちゃ効果的に落とす方法があるかというとないです。それはやはり骨格もありますから、顔だけこう落とすということはできないんですが、今までやってたベーシックな筋トレ、有酸素運動、それから、顔のこのマッサージでストレッチしながらリンパマッサージもやっていくということが最善かと思います。あとは体格が良く、そこから筋肉をつけるとより太くなり体重が増えるイメージなのですが、どうでしょうか。女性20代後半です。こういう人も結構多くて、がっちりした体質の女性が普通に筋トレしてしまったらもうめちゃくちゃごつくなるんですね。肩周りとか結構発達しちゃって、困るという人多いです。なので、まずは食事を間違わないことですね。筋トレして炭水化物を大量に摂ってしまうと当然太りますね、ごつくなります。筋肉もつきますけどごつくなります。なので、筋トレして太りたくない人っていうのは筋トレをして有酸素運動をしてストレッチをして、それから炭水化物は適量に摂ります。そしてタンパク質と脂質を肉、魚、野菜ですね、これを摂ってもらって、それから不要な栄養がないものを摂らない、お菓子とかアイスとかジュースとかを、なるべく食べないということですね、これでやってみてください。今16歳でダイエットしてます。本格的なダイエットというより3食必ず食べ、部活で汗をかいているという状況です。食べるときによく噛んで食べることを頭に、入れながら食べてます。今約1週間経った頃です。4キロ落ちました。私は体重を落とすというより筋肉をつけ健康的な体になりたくてダイエット始めましたが、体重が落ちていくばかりでバストも落ちてきました。女の子の私としてはかなりショックです。今も続けていますが筋肉をつける鍛えるには何を優先したらいいでしょうかということですが、これはね、今取ってるカロリーよりも、消費してるカロリーの方が多いので体重も減ってきてて、もしかしたら筋肉量も落ちてきてるかもしれないですね。ですので、これは筋トレをするということがまず第一ですね。筋トレを必ずしてもらって、肉とか、魚とかっていうのを多めに食べる、タンパク質ですね、筋肉をつけるための、元となるものをきちんと摂取するということです。まあ、夏なので暑いんでこう水分があるものとか、食べやすいものを、例えば冷麺とかね、そういうものをどうしても食べがちなんですが、肉とかちょっと食べにくいかもしれないんですけど、肉とか魚とかを、きちんと多めに摂ってもらって、ここにはちょっと筋トレをしてるっていうことは書いてないんで、多分部活をしてたら多分走ることが多いかもしれないですね。走って有酸素運動がメインになってしまうとどうしても痩せますよね。体重ももちろん落ちます。でも痩せてくるので、大きな部位ですね、胸当然ですけど胸、背中、足っていう
スクワット、まあ、ベンチプレスはあんまりやらないかもしれないんですけど、まあ、もしダンベルがあればダンベルプレスとか腕立て伏せとかでもいいです。で背中に関してはまあローイング、こういう引く機械とか、懸垂系の動きですね、まあ、この引く動きでもいいです。肩甲骨を寄せることができれば背中は鍛えられますので、まず大きな筋肉を、自重でもいいんで、筋トレしっかりしてやってみてください。で、食べ物、肉と魚をしっかり食べるということをやってみましょう。まあ、ソイプロテインの話前にしましたよね。ソイプロテインとか豆乳に関する、質問も来てるんですが、ソイプロテインとか豆乳とかをなんかあえてね、それをなぜ取ってるのか、あなたがもし明確に答えることができて、それで成果が上がってるんだったらそれを続けたらいいと思います。全ての人が 100%、同じものを取るのがいいというわけではないので、あなたがもしそれが合ってて、なぜそうしなければならないかっていう理由もちゃんと知ってて、ただ単にキャッチコピーで書いてたから買ったっていうのはダメだと思います。それでしっかり効果が出てて、なぜそうしたのか答えられる人はそうしてもらったらいいと思います。ただそのあえてなぜじゃあソイプロテインをあなたは飲んで、豆乳でさらに割ってっていう話とかをしていくと、なんとなくヘルシーそうだからとか、ウェブに書いてたからとか、そういう理由の人が非常に多いんですね。そうじゃなくって、ホエイが一番いいっていうのはもう誰もが知ってることなんで、ホエイプロテインをわざわざ取らない理由っていうのを答えられるかどうかですね。それで実際に成果が出てるかっていうことを自分で考えないといけません。誰かが言ってたからっていう話じゃなくて、でも自分は別の理由があるし、成果が出てるからこれでいいんだって言ったらもちろんそれでいいと思います。まあ、だいぶ長くなったんで一回ここで切りたいと思います。また質問がある方はね、最新の動画に常に質問してください。古い動画じゃなくて最新の動画に質問するようにしてください。最新の動画にちゃんとコメントしてくれてる人は動画を最後まで見てくれてる人だと思いますので、最新の動画にちゃんとコメントしてくれてる人を優先的に返信していくようにしてます。以上です。チャンネル登録してビボディをゲットだぜ。